マイケル王子の紋章マイケル・オブ・ケント王子は、イギリス王室聖院で、ケント公ジョージと、ヒマリナの次男。現ケント公爵、エドワード王子の弟、エリザベス二世の重帝であり、また、女王の夫エディンバラ公、フィリップの、ジ位である。皇帝は、ケンジントン宮殿である。バッキンガムシャーのアイバーで生まれる。マイケルという名前は、いとこ王子で、 ロシア皇帝ニコライ2世の弟である、ミハイル大公に由来するものである。1942年8月4日に洗礼を受け、アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルト、ギリシャ王ゲオリギオス2世、ノルウェー王ホーコン7世、オランダ女王ウィル・ヘルミナ、パトリシア・ラムジー、ミルフォード・イコール・ヘイブン皇爵夫人、ビクトリア、ギリシャ王大使ヒフリデリキ、グロスター公、ヘンリーらが大父母となった。 第二次世界大戦中だったこともあり、マスコミは、宣令式が行われた詳しい場所は報じず、国内の私立協会で行われたとのみ伝えた。重視のエリザベス女王とエディンバラ公、フィリップの結婚式の際は、ページボーイを務めた。イートン公を卒業後、サンドハースト王立陸軍士官学校へ入学した。1963年に、第11フサールへ入隊した。 ドイツ、香港、キプロスで軍務に就いた。1981年に大佐の肩書きで除隊する。その後も1994年に海軍予備員、2002年には空軍のベンソン基地においてそれぞれ名誉大将に除せられた。国王の伐死の伐死という立場から当初マイケルが王族としての公務に携わることは予想されていなかった。兄、エドワードや 姉アレクサンドラが公務を遂行して王族としての年金を受領しているのとは対照的にマイケルは年金や王室内定費からの手当を受領することはない。だがイギリス王室の一員として公務を行う際は他の王族と同様に傭人待遇を受けていることに変わりはなく外務英連邦省はマイケルの外遊時には一王族として扱われるように準備を行い 必要に応じて、各国駐在大使館員を動員するなどしている。これまで、インドやキプロス、スワジランドで取り行われた国葬において、夫人とともに女王の代理として参列したほか、ベリーズの独立祝賀式典や、スワジランド国王ムスワティ参政の戴冠式などに出席している。また、ワールドモニュメント財団や、ザケネルクラブなど、 多数の事前団体の支援に携わっているほか、王立救命艇協会の連邦理事長を務めている。マイケルはロシアに強い関心があり、流暢なロシア語を話すことや、前日のニコライ二世と要望がよく似ていることで知られている。1998年に皇帝一家が正式に埋葬された際は、イギリス代表として式に参加している。フレデリック・フォーサイスの小説。 イコンでは、ロシアが再び君主制国家となり、王子夫妻がロシア皇帝並びに皇后の座に君臨するという展開が書かれている。マイケル王子は1978年にシレジア貴族でカトリック教徒のマリー・クリスティーヌ・フォンダイプニッツ男爵令嬢と結婚した。1701年王位継承法にはイギリス王位継承権を持つ者が、 カトリック教徒と結婚した場合そのものは、王位継承権を失うと定められているため、マイケル王子は、この結婚によって、王位継承権のない王族となった。しかし、2013年王位継承法により、継承権が復活し、2021年7月現在は51位で、ある。二人の間には一男一女が生まれたが、二人の子供は、アングリカンコミニオンとして育ったため、 イギリス多い継承権を法改正前から有していた。ありがとうございます。